今日はですね、バッグをね今日は作ろうと思って、これは妻バッグです。今日は、これはこんな感じでございます、ね、で前までね結構四角いのばっかり作ってたけど、四角だとね角がね自転車のカゴなんかに入れるとすぐ擦れちゃってどうしようかなと思って、丸だったらいいかなと思って丸試したらね、丸はね意外とねいい感じなんで、今度から丸にします。もう土管タイプですね。で裏地が裏地というか中はこんな風になっていて、ポケットが、まあずっとぐるっとポケットですね。でジッパーつけてもいいんだけど、まあ重くなるし、まあつけたい人はつけた方がいいかなとは思うんだけど、ない方が軽いっていう利点はあるんでね、やっぱ重さとか考慮するとあれですけど、でも電車とか長い時間乗ったりして、まあ盗ね、お財布とか盗まれるのは心配な人もいるでしょうから、そういう人は、まあチャックつけてもいいと思います。そんでこれね結構めんどくさいんですよ。これこういうふうに2枚筒状な感じにはなってて、それをね中表で合わせて縫うんですけど、で型紙はね基本的に作ってないので、なんか自分のその時の気分じゃないけどね、用途に合わせた大きさで作っていった方がいいかなとは思います。でこれはねバッグはね接着芯っていうのがあるんですよ。まあこの後また出てきますけど、それをここに貼り合わせて腰を持たせることによって、まあ、ある程度固くずれ、ね、しない、ようにしても、その、ね、形状を保つと。まあ、で接着芯もミディアムとかハードとかソフトとかいろんな硬さがあるので、例えばこれはね表には何も使ってないので、これは確か中はねハードかな、ハードを使った気はしますけど、でもミディアムでいいかなとは思います。で結局ポケットなんかつけたりするとまたさらにここもポケットにも接着芯使っちゃったりなんかすると、ハードを使っちゃうとガリッガリになる、バリッバリ、だからミディアムがちょうどいいかなと。で表向きのこの表の布のところはまあこれはねしっかりした布だから使ってないけど、本当に薄い布、例えば柄重視でどうしてもこれ使いたいんだっていう時は、それ使いたいんだって時は、まあソフトタイプをねちょっと裏地に合わせて貼り合わせとけば丈夫にはなるかなと思います。で作り方はね難しい、どうなんでしょうね、取っ手の長さだったり微妙なバランスがあるんで、多分、ね、僕はバッグは結構20個ぐらい作ったかな。でやっとまあそろそろそのうちまあ何個かが満足いくバッグになったんで、あと最後ここにね金具あるんで、まあこういうのでつけて頑丈さ持たせてもいいけど、でも縫うだけで別にほとんど取れないですね。金具はなくてもいいかなとは思ってますけど、でこっちは僕が使っている、今は使っている、これはハンプ、これは1枚です。ハンプは接着芯も何もいらないんですよ。このハンプ自体にもう全部もう鉛筆とかでもう全部引いちゃって、でまたハンプね引きやすいんですよ。もう画用紙みたいな布地なんで、なんか変に引っかかって伸びることもない。世の中巷にはハンプバッグ溢れてる理由は、あれはハンプあれですよ、作りやすいからですよ、丈夫だしね。これなんか1年いかないから、でもかなり持ってるけど、ほんとサラサラして使いやすいし、うん、おすすめですね。男性なんかまあ特にこだわらないことであればハンプバッグ、まあ女性でもあれですけど、おすすめです。
でこれはね、でもあれですよ、こっちの接着芯を使う方がもう表も中も自分の好きな布を使えますからね。面倒だけど、まあこだわりたい方にはいい方法かなと思いますね。完成です。よいしょ。いやいやいや、こんな感じですね。わかりますか、わかりますかね。よいしょ。後ろのある中見ますか。裏地がね、これにしたんですけど、真っ白で、ポケットが4つですかね、まあ、ちょっと糸がこれなんですけど、まあ、こんな感じですね。結構これは大変です、これ作るのだからいかにね、ハンプで作るバッグが、まあね、巷に溢れてるけど、やっぱあれはね、ほんと簡単で丈夫で、ね、ほんとにいいんですけど、まあ、これはね、でも自分の好きなものでほんとに作れるのって、まあ、妻も満足していただけるかなとは思います。まあこんな感じであれですよ、こう、まあ、私男ですけど、まあね、こんな感じで使おうと。まあよかったら作ってみてください。結構、大変といえば大変だけど、まあ、ね、情熱があればできます。まあ失敗、僕もカツカツしてきましたけど、まあ、ごまかしごまかし、ね、作ればいいかなと。作っていけば、ここの丸結構難しいんですよね。まあ少しね、芝寄ったりするけど、大体でいいんです、大体で。そんなところでございます。ちょっとね、またな、長い動画ですけど、まあね、参考になれば幸いでございます。それでは。